ラップトル襲撃は、イギリスの SF ドラマ、プライミーバルの第2章第1話。イギリスでは、ITV1 で2008年1月12日に発、放送された。前話、未知なる獣の歴史改変で変貌を遂げた世界で、ニック・カッターは変わらず仲間と共に亀裂災害に、立ち向かう。シリーズで初めて飛鳥類型恐竜が登場した、エピソードでもある。 ベルムキから戻ってきたニックは過去で何かが起こり、歴史が変わってしまったことを悟る。ベルムキへの亀裂が閉じ、存在自体が消滅したクローディアの代わりにオリバーリークが、プロジェクトの管理業務を担当し、亀裂調査プロジェクトが内務省から、亀裂調査センターへ移った世界に、ニックは取り残される。現実を大きく歪められた衝撃を受けながら、彼は、 仲間と共にセンターに帰還する。センターに戻るや、いなや、ショッピングモールに恐竜が出現したという知らせを受け、現場に急行すると、そこにいたのは、複数頭の小型住脚類の恐竜ラプトルだった。ラプトルの敏床性に翻弄されながら、また、逃げ遅れていた清掃員を保護しながら、調査チームは時空の亀裂を発見する。 ヘレンの不倫相手だったことが判明したスティーブンだったが、いざこざを経てニックと信頼関係を回復する。ラプトルの相手をする間、ニックはモール内のラジオ放送にノイズが入っていることに気づく。彼は亀裂が電波障害を引き起こしているという仮説を立て、ヘレンがこれまで亀裂の場所を正確に探知できていた理由を考案した。彼はコナーを呼び出し、 自身がラプトルを白亜紀に戻してもなお帰ってこなかった場合、電波障害を応用した亀裂探知技術の研究をコナーに任せると告げる。クローディアを失ったニックは歴史をあるべき姿に戻すべく、ラプトルと共に白亜紀に残ることを決意する。しかし追ってきたスティーブンが彼を引き止め、仮に歴史改変が事実だったとしてもクローディアが戻らない、可能性や他のメンバーが消滅する。 可能性を指摘し、彼を説得する。ニックは、スティーブンの説得を聞き、今起きている現実と向き合うことを受け入れる。ニックとスティーブンは麻酔の切れたラプトルの攻撃から、ま一発で生還し、亀裂が閉じるとともに、ノイズが消失したことから亀裂の電波障害も確認する。疲れを抱えて、事態を収束させた朝、センターに出勤したニックの前で、 新メンバーが紹介される。民間人への亀裂情報のもみ消しのため採用された広報担当、ジェニー・ルイスは消滅したクローディアとウリ二つの顔をしていた。第一章第六は未知なる獣から第二章。第二はオフィス街の霧までは連続したエピソードとなっている。日本語吹き替え声優は左から NHK 放送版、DVD 版の順。本作に登場した キャッスルクロスモールを舞台とするシーンは、キングストンア・ボン・テムズクのベントルセンターとジョン・ルイス、デパートメントストアで撮影された。ボーリング場での調査チームとラプトルの交戦は2007年6月21日に撮影が行われた。本作に登場するラプトルは、今後もシリーズに何度も登場することとなるが、その登場は、プライミーバルだけにとどまらなかった。 BBC1 で2012年に放送された SF ドラマドクター・フー第7シリーズ第2話恐竜たちの船にはザ・ミルが本作の CG モデルを流用したラプトルが登場した。イギリスでは ITV1 で2008年1月12日に、ドイツではアイネノイ・エベルトという台で2008年4月7日に、プロジーベンにてアメリカ合衆国では2008年9月20日に、 BBC アメリカにて放送された。日本では2009年8月27日に午後6時から NHK デジタル衛星ハイビジョン午後8時から NHK 総合で放送された。あとに第3章が日本に上陸する直前には2010年5月16日に午前10時50分から再放送された。2009年の NHK 総合での本放送に 先駆け、放送当日午後7時30分からは、第1章の見どころを紹介する特別番組、30分でわかる。プライミーバルが放送された。制作は株式会社スーパーブレーンネックス、ナレーションは森武氏が担当した。NHK 総合での本放送の後、ラプトル襲撃は NHK オンデマンドでも見逃し配信が行われた。 2008年12月1日から2009年9月30日までにおける10日間の PC での視聴回数では、アニメ、スター・ウォーズ、クローン・ウォーズやドラマシリーズ、連続テレビ小説を抑え、当時のすべての配信作品のうち、第18位を記録した。ウェブサイトザ・サイファイオンラインのポール・シンプソンは、ラプトル襲撃20点満点中8点の評価をつけ、歴史改編にも切り込んでいく。 ストーリー展開から判断して、新章というよりも第一章第七話のようだと評価した。彼は、オリバーリー区役のカール・テオバルドの演技を不気味で、ふさわしいと称賛し、本作から登場した組織である亀裂調査センターについては、零零七シリーズの世界から拝借したようだとコメントした。彼は、ラプトルの描写は同様の既存の作品よりも、 キャストと CG の間に相互作用が展開されていると称え、アビーとコナー及びスティーブンとニックのやりとりを描く脚本は第一章さながらに鋭いものだと絶賛し、プライミーバルの復活を喜んだ。ありがとうございます。